第二候補王さんに。でね、確かここマルチェロおるんじゃなかったっけ？マルチェロと久しぶりに再会できるイベントがあったような、なかったような。うん。で、ここまた広いんだよ、ここ。あやつめが失脚しますよ、ブツブツ。これ、教会？あ、教会。あ、呪い。呪い。毒。毒だけ取っとくか。セーブはいいや。奥。で、最近。その椅子がね、エテの椅子、パソコンの椅子ね、座ってる椅子、いや、あのやたらとグラグラしてさ、あのネジが一本取れとったわけで、もうグラグラでいつ壊れるかなっていう感じだったんだけど、さっきちょっと勢いよくあのダイナミックにね座ったら、もう一本取れちゃってね。うん。もうね、重心ずらしたらちょっと椅子折れちゃうからね、今。今ちょっと、エテが重心を崩すと。うん。折れちゃいます、椅子が。早急にね、新しい椅子を買わなきゃいけないと。まあ、あるんだけどね、椅子。あるのだけど、なんかね、もう一個のね、大きい方の椅子はね、体に合わない。はい。導かれるだろう。見学は構わんが落っこちるな。振りですか。椅子買わんとな。これ、今座ってんのね、ダイキで買った、ダイキ。コーナンだったかな。コーナンか、ダイキかで買ったやつ。5000円ぐらい。これはどこかでお会いしたことがありましたか。いい加減にしろ、俺の顔まで忘れたのかよ。マルチロだね。規律違反のあまりの多さに修道院を追い出されたクイキエリ。確かそう、そんな名前だったかな。兄弟だろ。の冗談ですよ。気分を害したなら失敬。さてと、私にはこれより法皇様の、警護の兵を選ぶという仕事がある。気楽な旅人と違って遊んでいる時間はないのです。ないのでね、この辺で失礼しよう。それではごきげんよう、神のご加護があらんこと。こいつも偉くなったもんだな、マルチェロ。生意気なやつだ。で、こっからはいけないんだよね。だよね。で、戻る。まったくいい気なもんだ、辺境の修道院長風情が法皇様のご栄訳だと。本来なら名門貴族の出である俺たちこそがその大役を仰せつかるはずなのに、お前らもお前らだわ。モブは黙ってろよ。すまないがモブは帰ってくれないか。賄賂を弾んでうまく王様に聞き取り入ったのさ、あいつの噂は聞いている。せいぜい言いばらしとけよ。どうせあいつは、番犬止まり、華々しい出世もここまでだ。余裕はそのモブ面が余裕は。おい、あねえ、絶対もうお前たちこそもう、出世しないよ、もう。一生そうやって、もう、生きていくんだよ、その扉の前で。ね、扉を守るし者だよ、君たちは。うん。扉、もう、法さんとかじゃ、扉の前で一生突っ立って、そのまま、朽ちていく。
ここにお墓を建ってあげよう。この両脇に。ね。優しい。伊手さん優しい。戻っていいのかな、これ。なんか、この辺ちょっとわかりにくいよね、イベントが。なんか、昔も迷った記憶がある。こっちゃでいいのかい？結局、法皇さんにも会えなかったし。マルチェロはどっか行っちゃったし。中入るか？こっちってわけでもなさそうだし。降りてみるか。もういいんかな、キャプテンクローンとこ行って光の変えず。行こうか。あ、なんかここでイベントあった気がする。あれあれあれ、寝る寝る寝る、一回寝てみる、一回寝てみるか。うん、そうしよう。よし。で、こういう時はね、一晩ね、宿を取ると、うん。これドラクエあるある。夜に会いに来ゃいいんだ。頭いい。入れちゃった。あれ？あれ？スイッチ的なやつない？スイッチ的な。もういいわ、もう行くわ、もう。もうええわ、もう。キャプテンクルーは光の怪物っていうすんげえ地図を持っていたらしいぜ、うん。こいつが場所のこと言ってたっけ？東の大陸の川を下っている時に橋の下に怪しいな洞窟があったんだよ。まあね、ここはね、結構場所覚えとるよ。うん。行こう。ここは確か海辺の教会から行くのが一番早かったんじゃないかな。マップ。海辺の教会が左上の、尖ったとこね。あそこから川の間を、あれ違うか、ん、トロネーンのところの川の下だったっけ。え、あれ、え、まあいいや。まあまずはちょっとヘルクラッシャー行こう。闇の遺跡。いたー！おー！ウェポンマスター！戦う。チームよ。いけ！やったねー。もうこの流れで結構捕まえに行っちゃうか。先に捕まえに行っちゃおうか。最新パートで B はサザンピークの南西にいる。うん、行こう。サザンピークの南西に行こう。いやー、こいつほんと強いからね、このウェポンマスターは。ヘルクラッシャー110って、むちゃくちゃしよるこいつ。ああ、え、おー、よーびゅー。
今キラーマシンがやられたのかと思った。金貨レポンマスター、いいよー、つえーつえー、ハルク早速入れましょう。入れ替える、どうする、どうしようかな。あ、ドラゴンまだいる。マッツン、とりあえず。マッツンは、一回控えに入れて、二軍落ち。で、ルーラーで、とりあえずルーラーで、サザンビークの南西。リーって誰今更なんだけど、リーって誰ちょっと知ってる風にさ、ずっとリー言ってたんだけど、リーって誰、わかんないんだけど。なんかおるけど、あれは違う。え？なんてお前、ユーポン、森激しね、ユーボン、なんか違うやつおった。こいつは弱そうだな。キングスライムはなんかあんまりお呼びじゃないな。はい、金貨、おう、スライム、キングスライム HP は高い。なんか技があんのかな。で、リーってどこに、笑い袋、ん、ケラケラオンマール、寝ちゃってよ、絶対雑魚でしょ。気持ちよくなったところで死んでもらおう。当たんねえ。まあどうかだろうね。まあ一応空きがあるのなら入れてあげる。うん、空きはまだあった。こっちそのケラケラオマールだけ、もしかして。ぽいね。で、あと宝箱がある。リーないじゃん。リー誰かわかんないけどさ。そのプリストってのもなんかいまいちどのモンスターかよくわかってないんだよな。うん、じゃあいっか。よし。行きましょう。キャプテンクローンのところに。ルーラで、海辺の教会から行くか。ちょっとセーブと、宿取っとく。では、とりあえずこの海辺の教会の真下の細いこの川を下っていきます。合ってるよね。多分合っ
多分なってると思う。こっちね、こっちね、でここ、ああ、ちゃ流される、あーです入れんけん、あれあれ、ここじゃない、あれ、ちょい待ち、あれ、ここじゃない、入れない。まあそもそも聖地じゃなくてバレッサからそんなに近くないところなんじゃないかなとは思うよね。うん、そういうところから推測するとやはりこの右の島で間違いないのではないだろうか。右の大陸でね、うん、こちら側の大陸で合ってるのではないだろうかという絵手のその何読み、うん、あれなんだろう。あ、ダイオウイカ逃げ、これな、あ、これなんだ、これなんだっけ、これこれなんだったっけ、これこれなんか、これちょ降りてみよう、これなんやったっけこれ全然覚えてないわ。これは裏ダンジョンのなんかだったっけ。開いてないよね、さすがに。開いてる。え？え？え？まあ、開いてるのは分かった。行こう。なんだったっけ？覚えてないぞ。まさかこれが、いやこれは違う、これキャプテンクローじゃないし、こっからこっち側に行きので、その細い川の下を行けるかな、ここ。いや、ザンマ島マジでかっこいいな、光ってるもん。絶対こっちだろ、これ。あって、これ正解じゃねえ、ここ。はい、来た。絶対ここだ。あとは橋があれば。あれ？ここだったっけ？これあれじゃん、最初のとこでしょ。だから右側にあるのはゼシカの故郷だよね。そうだよね、ゼシカの故郷のとこだよね。こんなところだったっけ。到着、行こう。右か左か。左は確か宝。
敵出るよな。パイレーツ。作戦変更。いや、いいか。攻撃。強いかな。いや、強いな。強えな。強えな。強えな、こいつ。やばいな。パイレーツ3匹以上出てこられるとまずいな。こっちは宝。ね、よし。どうしよう、一回区切ろうかな。ここで一回区切っとくか。うん。まだ50分ちょっとなんだけど、多分中入ったら、あれだし、一回区切ろう。うん。はい、では次パートから、この、キャプテンクローの、住むと言われる、洞窟、海賊の洞窟の中を、探索するやつの光の海図シリーズのお疲れ様でした。